てめえババア、本当に店壊されてもいいんだな。あ、だから好きにしなって言ってんだろ。なあばあさん、あんたの店ぶっ壊したってよ、俺だって何も得はねえんだ。春日はどこなんだ。町のもんはみんなあんたが知ってると言ってんだぜ。じゃあみんなは死ねって言ったらあんた死ぬのかい。それが返事か、クソババ。うわっ、うっと、寸止めにするつもりだったんだけど当たっちまったわ。手元が狂った、悪い悪い。俺の質問答える気になったか、ばあさん。おんな、もう一丁行けや、手元狂っちまわねえように気をつけろよ。来やがったな、カスが。バカだね。なんで来たんだい。来るなって言われると来たくなっちゃうたちなんでね。浜子さん、大丈夫かい。別に私はあんたをかばってやろうとかそういうんじゃなかったんだからね。分かってるよ、浜子さんは。ただこいつらの物の聞き方が気に食わなかっただけだろ。ああ、やっぱりあんたは分かってくれてるね。あとは任せてくれるかい。ああ、任せてやるよ。待て、道を開けな、ドサンピン。もう星野会長からお許しは出たのか、戸塚。そんなもんはいらねえんだよ。もうあのジジイに愛想が尽きた。はあ、偉人町の三すくみは茶番だった。俺らには絶対不可侵が鉄の掟だが、トップ同士は仲良くこっそり偽札で稼いでやがった。誰からそのこと。ブリーチジャパンの連中だ。街中に触れ回ってる。おかげで俺らはいい笑いもんだ。ラオマーがうちの若いもん蜂の巣にした件も親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさ。バカバカしくてやってらんねえだろ。こいつらみんなそう思ってる。だからこの俺を担ぎ出したんだ。俺の他にもまたいるぜ。本部内ですら反星野の声は上がってるからな。なるほど。で、せっかく神輿に担がれた男が最初にやることが俺なんかを探すことか。ああ、探し出してバラして海にぶちまける。それが俺の第一ステップだ。ええ、で、もしそれが終わったらどうすんの。その後偽札ビジネスもそっくりこの俺がいただいてやる。偉人町のすべてを俺がいただくんだ。やめてんと痛い目見るぞ。やっちゃうよ。どうしようかな。ほらほら、やめんなよ。やってやるよ。いやー、よし、行くぞ。舐めると痛い目見ますよ。やんのか。見せてやるよ。ふん、かんや。
どうした？やってみろ。私に勝てますかね。見てなさい。やってみろ。行くぞ。どうしたの？なめんなよ。やってやるよ。なめる。あんたの器じゃ青龍会は取れねえよ。お山の大将はよそでやんな。少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞ。そん時はすまきにして川に放り込む。俺は言ったことは必ずやるぜ。返事は？分かった。誰だ？翔だ。今立て込んでるからさ、手短に話すよ。あ？俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバックには近江連合がついてる。最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだった。お前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだね。あれ？もう知ってたの？なんだよ、お礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。悪いな。じゃあもう俺からの情報は必要ないかな。一応聞くよ。なんかあんのか？今ブリーチジャパンのデモ隊がコミジュに向かってる。1000人規模くらいかな。え？部下の報告じゃその大半は近江の兵隊たちみたいだね。なんだって？要するに見た目は堅気のデモ隊だけど中身はヤクザが勝ち込んできたってこと。連中の狙いは偽札の製造現場、つまり肉の壁の心臓部だよ。近江が偉人さんの偽札を暴こうとしてる。偽札作りの件を知ってるブリーチジャパンからの指示だね。近江は単なる兵隊でしょ。肉の壁をぶっ潰す気か？だろうね。でさ、そこで相談なんだけど、春日君、小見次郎手助けに行ってあげてくんない？なんで俺らが？あんたらで動けよ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。クーデター？マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくん、マブチがクーデターを煽ってる？そう、偉人さんは見せかけたの。上の連中だけで偽札でいい思いしてるだろう。
あっちこっち吹いて回っててさ、おかげで俺への造反者が続出、停留会でも同じことが起きてんじゃない？だから今ゴミ汁まで手が回んないんだよね。なるほどね。だから頼むよ、お願い。お願いって。でもお願い聞いてくれたらさ、美人さんも難破君のことはもう忘れるから。あ？適当なこと言うなよ。マジだよ、俺が責任持って働きかけてあげるから、いい条件でしょ。まあな。でもこっちの条件はかなり重すぎなんじゃね。じゃあ OK だね。あー悪い、もうのんびり話せなくなってきた。あと一つだけ知らせとく、ブリーチジャパンでデモの指揮取ってんのは代表の小笠原ってやつな。ちっ、切れちまったよ。コミジュルの手助けをしろとさ。コミジュルの手助け？その代わりナンバは見逃してもらえるだろう。ああ、おまけにデモ隊の指揮は小笠原なんだと。となるとあいつに話が聞きたいわよね。ああ、クメニア、聞きてえことが山ほどあるんだ。強くなった気がするぜ。やばいことやっとんねやろ、はよ出てこんけ。
そう。おう。おう。
おい。で持ち出してんのかよ。さっき組めといたやろうか。こいつらネズミやで、捕まえる。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。調子のポンチャーだ。見せてやる。頑張ります。絶対負けない。何を閉店のか。私の番ね。どうしたんや。困ったね。よし、行ぞ。やめんな、俺の番か。やってみんかい。よし。
ほら来いよ。やってみろ。おれおれ。俺の番だな。ザコ。うるさい。おれおれ。なめるとさえねえ。どうするかね。やんのか。これや。うるさい。死に勝てますかね。これや。何かしたかったら。頑張ります。で。成長を感じます。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや。アホンだな。やろう。いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我、カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。はだったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか。あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くね。くそ、来るよ一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ。さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえぜ。鉄球集中、行くぞ。頑張ります。ほら来いよ。奥の手、来てみろ。ザコ、なめないでくれる。いや、ほら来いよ。よし、行くぞ。はあ、見せてやるよ。はっ、俺の番か。なめんなよ。怪我しますよ。ぶっ飛ばしてやる。やってやる。舐めないでくれる。どうしようかな。やるか。ザコ、ほら来いよ。絶対負けない。やってみろ。なめんなよ。ぶっ飛ばして見せてやる。
よっ、ここが踏ん張りどこですよ。絶対負けない。くらくらするぜ。
元通りだ。よし、行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。誰を呼ぶか。舐めないでくれる？こいつに決めた！デリバリーよろしく！私が戻ったぜ。俺はやるぞ。思い出した。絶対待てない。行くぜ。よし、やるぞ。チョコも貸しよってボケが。ちくしょう、まだ動くのかい。どないしたポンコツ、もっと気張って動かんかい。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。タイプやったのに。なんや、動かへんやないか。一旦仕切り直したい。お前がタイプだぞよ。変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。
いいや。ん？なあ。くそ。